誰かが言った。人生はまるでジグソーパズルだと。日産に了解。俺野口が好き。初めて会った時からずっと。並木くん、まさか探そうとしてないっすよね、初恋の相手を。マジで言ってんすか。初めまして。なんでもない普通の時間にね、最近考えちゃう人がいて。めっちゃうまいっす。よかった。俺があいつを守ります。あんたはあんたのやるべきことをやりなさい。私はどこにも行かないからね。彼の将来のためにうちで引き取らせてくれないか。神様はなんでこんな辛い運命を負わせるのかな。出会いはただの偶然。私運命とか信じない主義なんで。やっぱり僕運命ってあると思う。逃げるな野口八重。誰かをすごく好きになって生きててよかったって思える、それはだいぶすごいことな気がするんです。どんな出来事も人生にとってはかけがえのないピース。もしもあなたに出会わずにいたら、私はどんな今を生きてるのだろう。